はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。前回の続きというか連続撮影中です。あれから、説明書を探したんですがなくなってました。なんでか知らないけどドンキーコングの説明書が2枚あったりしましたけどすいません、ミスティックアークの説明書がなかったので、まあとりあえずこの6体全員連れていきましょう。あ、ミレーネっていうのアイテム、え、なになに、あ、ミレーネ、あ、すげえ、ミレーネってなに、ラックス、あ、これもしかしたらウィキペディアにあるかも。神王、メイシャ、トル、トキオ、あと一個、あと一個取れるかな俺。取る。D 社員。へえ、この全員が仲間なんですね。よし、ちょっとウィキで調べてきます。キャラの名前っていうか特性みたいなウィキにあると思うんで多分。はい、ではでは一旦切りまーす。はい、というわけで戻ってきましたー。ですね、ミレーネが魔法使い、神王が、違う、もう順番にいきましょう。ミレーネが魔法使いで、ラックスが鉄人、D社員格闘家、トキオが忍者で、あとは神王が鬼人で、メイシャが僧侶らしいです。いやー、こんだけメンバーがいるとどうしようかな、迷いますね。どうしようかな、まあいっか、行きましょう行きましょう。どうすればいいんだろう。よく調べる、見る、触る、叩く。何も起こらなかった、残念。額を外す、取り外せなかったんだ。へえ。よく調べる、指を入れる、瓶の中には何も入ってない。そっか、何も入ってなさそうですね。仕掛けがついている、何かの動力が働くと鍵が外れるようだ。へえ、なるほどね。よし、でもな、どれ連れていこうかな。すごい魅力的。いや、魔法使いとか結構連れていきたい。いや、でもな、連れていくならやっぱバランスよく行って、あ、ここなんかあるな、僧侶と攻撃系が欲しいですよね。格闘家とかドアには鍵がかかっている、残念。格闘家か忍者、忍者もな、捨てがたそう。いや、迷うな。まあ、いっか、ちょっと順々に。お、なんか置いてあるけど、いけない。なんか置いてあるとか、刺さってるけどですね。何？これ何？よく調べる、触る。まあね、スイッチを動かす。じゃあ押す、とても重くて動かすことができない、動かす。お、これってさ、なんかアイテム、さっきのアーク使ったらいけんじゃない。で、なに、触る、スイッチ押す。本当に動いたし、ありがとうございます。え、あ、合ってんの。眺める、裏側にネジがついている、ネジを巻く、叩くと動かせない、触る。あ、これもさっきの力のアークを使えば良くないのかい。え、どうすればいいんだ。
ネジを巻く、硬くて動かせない、動かせないんじゃん。え、だってアーク使っても意味ないんでしょ。どうすればいいんだろう。スイッチ押す、押されている、押したよね。はい、あ、噴射が動いてる。ということはあれかな、さっきなんかの動力が動いてみたいな。あ、なんか下あるな。あ、何もないんかい。さっきの動力が動けば開くはずだみたいなところありましたよね。あそこ行ったら開くのかな。ここ開くかな。あ、いたし、ラッキー。うわー、なんかあからさまに怪しいだろう、あのクローゼットとか言って返事が書いてくる。出すよな、触る、開ける。あー、残念。あー、何もないんだ。これですね、かぼちゃかじる。生で食べるかぼちゃの皮はあまり美味しくない。あ、食べれんねや。うわー、なんか軽い感じだね。のぞく、凄まじい勢いでかぼちゃの中に吸い込まれていく。やったー、新しい世界や。え、なんか寂しい感じの音。いらっしゃい、今日何にする。買う、薬草アンチドート松明いらない。ステータス、おお、すげえ、ステータス見れんねや。こんな顔してんねや。わ、なんか、あー、マジックねえな。すげえ平均。あ、こいつマジック型やね。やっぱ魔法使いってあって、ブロンズブレード、トキオ、カミオ、メイシャ、そうやな。じゃあ使う。え、じゃあこれ、え、どうすればいいの。いや、ステータス見たところで意味ないし。へえ、まあいっか。スイカの、あ、スイカだ、本当だ、スイカだ。これ今思った、壁見て思った、ちょっとびっくりした。え、なんか道具使う。あ、何もできないんだ。え、じゃあいいや、とりあえずセーブしましょうかね。いいえ、はい、1番にしときましょう。一応、何ここ、グズン、僕んち壊れちゃった。ほんま壊れてる。何、めっちゃ怖い。何、出歩くには少しでもいい装備を装備しないと。はい、そうですよね、ブラックバスター。おー、すげー。え、神王とトキオが、ヒノキの杖が、メイシャとミレーネ、サメの歯。あー、でもサメの歯の方が良さそうですね。果物ナイフ、あ、果物ナイフの方が強いな。どうしろってーのえ、この全員分買ってたら、毎回全員分買ってたらあれですよね、辛いなー。あ、でもメイシャはね、買っときたいですよね。はい、果物ナイフどうしようかな。ブラックバスタード、誰使おっかわかんないしな。あー、でもな、俺リーシャインとか使ってみたいな。でもこのメンツはどうすればいいんだろう。どうやったら戦闘を選べるんだろうな。ビートルのやつ今度あったらただじゃおかんぞ。買う、黒金、ボーンシールド、麻のローブ、ナイトキャップ、銀の装甲、ナイトキャップ、はい、装備で買う。ボーンシールド、フェリス、いやー、ごめん。そんな何も持てへんの。買う、ボーンシールド、メイシャ、はいはい。うわ、高いな、あっという間にお金なくなっちゃうよ。交換、あ、
海賊アックスはですね、トキオブレードか、カミオにしようかな。サメの歯、ミレーネ、黒金シミター、まあいっか。泡の帽子、ミレーネらへんでいいかな。鉄の兜、ラックスらへんいけんじゃない。バックラ、トキオで、こんなもんでいいかな。ボーンシールド、オーフェリスにして、え、あれ、あ、違う、出して、装備でボーンシールドつけて、はい、わあ、もうこんな時間だ、やばい。川の帽子装備できないんだ。サメの歯、鉄カブト、あ、装備できないんだ。バックラ、あ、何も、え、装備でなんだよ。え、じゃあ、まあ今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。